どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、リフレクターくん来たじゃないですか。今日多分これ4本目の動画ですね。1日4本動画投稿して誰が見んだよっていうね。ちょっと、あ、押せね、なんだこれ。4本目の動画となりますね、本日の動画。皆さん全部見てください。全部見たら多分1時間ぐらいかかんじゃないかな、知らないけど。リフレクターくんがまあ強いわけじゃないですか。このモンスターがものすごく出張性があって、強いと。で、まあこのギミック自体は1個多分前の動画でやってるんで、そっちよかったら見ていただければと思うんですが、この最強リフレクターが召喚に成功するか、もしくは特殊召喚に成功するとバスターモードか、バスターモードと名前が書かれたカードを持ってこれるよと。で、一旦に一度バスターモードが書かれた、墓地のモンスターを特殊召喚できてレベルを合わせられるよっていう効果なんですけど、これでバスターモードをもちろんこの、バスタービーストと組み合わせて、新規の召喚6から9をやっていくんですが、やっぱね、強いのはね、これ紙の OCG の方でも、これも今でも禁止カードなんですけども、エンシェントフェアリードラゴンっていうのがすごい強いんですよ。これ1枚でシンクロ召喚できるようになったから、すごい安定するんですよね。エンシェントフィアリードラゴンのそのフィールド魔法をサーチするっていう効果、一旦に一度、このフィールドの魔法、フィールド上の魔法、フィールド魔法カードを、全部破壊して、自分はライフポイントを1000回復しつつ、デッキからフィールド魔法カードを1枚サーチすると。だからフィールド魔法に依存するようなデッキ、例えばですね、アンティギアとか、まだこれから動画にしようかなと思ってるんですが、墓守ね、ネクロバレーの、王家の眠りたいネクロバレーとか、あとそれからスクラップデッキ、スクラップファクトリーとか、ああいうフィールド魔法に依存するデッキがすごい強くなるんですよ、相対的に。で、今日は、まあ、その古代一発目の、リフレクター君出張テーマということで、アンティギアやっていきましょう。まあ、基本的なムーブとしてはもちろん普通のアンティギアムーブもしますよ。もちろんこのギャラクシーサイクロンとかと合わせてね。なんですけど、基本的な、なんだろうな、基本ムーブはリフレクターからエンシェントフェアリーを作り、で、エンシェントフェアリーの効果で自分のその、なんか貼っといた、これ何でもいいんだけど、スキル。何でもいいんだけど、フィールド魔法カードを割ると。で、割って持ってくると、フィールド魔法を。これまあ、ギアタウンじゃなくて、例えばネクロバレーの、やつとか、スクラップファクトリーとか、ああいうの何でもいいんだけど、合うんだったらね。で、その辺のカードを持ってきて、で、さらに、エンフェの効果で、これ一旦に一度手札からレベル4以下のモンスターを特殊ができるよって効果持ってるんで、ここで、例えば、まあ、サイコウィッチを特殊化しとくとか、リアクターじゃないわ、ワイバーンを特殊化しとくとか、こういうムーブをすると、まあ、3000と横に下級っていうモンスターがいるんで、まあ、そこそこ硬いと。そこそこ硬い。で、次の、展開の準備もできるんで、手札まだ5枚ぐらいあるんですよ。この状態で。めちゃくちゃ強いんですよね。このムーブをやっていきたくて、今日は第一発目出張パーツということでアンティギアにしました。まあ、防御札がちょっと難しいところはあるんですけどね。この辺のまあカードはまあお好みでという感じです。シンクロモンスター忘れてた。シンクロモンスター、このブリューナークとかね、ブラックローズとか、あ、この辺のモンスターも出せるっていうのがこのリフレクターの強みでございます。はい、ということで早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お会いひろだヘルカイザー亮君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。サイキックリフレクター、ちゃうわ。もう完全にこのブラックフェザー偽装だからね、これ。バスタービースト効果発動、バスタービースト効果でバスターモード持ってきて、サイキックリフレクターを攻撃表示召喚、サイキックリフレクターの効果発動、俺様は、手札のバスタービーストを相手に見せつけることによって、もちろん、バスタービーストを特殊召喚していく。もちろんレベルは2上げるぜ。そして、バスタービーストを特殊召喚、そしてレベル6バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、聖なる死後の光がどうのこうの、シンクロ召喚エンシェントフェアリードラゴン、エンシェントフェアリードラゴンの効果、フィールド魔法を全部破壊して1000ポイント回復し、さらにデッキよりアンティーク、違う、ギアタウンをサーチ、カードを1枚、これ多分あれだね、メタガイズだね、多分メタファーなんだったらね、多分ね、一回ね、あれ、ダイダラ出させてからのがいいと思うんだよね、これ、多分、俺は。そう思う。さあ、来い、ヘルカイザー。メタファイズも、まあ、結構強いですよね、今。結構強い、メタファイズ。なんか結局、やっぱ、ダイダロスが対象取んない除外なんで、あいつ、クソ強いんだよな。で、特殊が環境だしね。はい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 。それ、トラップカードですか、例の、なんか、足メタファイズじゃなくて、なんだっけ。
メタバースディメンション、やべえメタバースディメンションガチでやべえ、エネコンオーケーで、ダイダロス効果、除外され、なんだダイダロス効果、うわでダリーダリーダリー、考えろ、ちょっと待ってね、除外されて特殊召喚されて、特殊召喚されて、まあ、別にいいか、でもそこは別にいいや、でどこ、どれよ、それかちょっと待ってくださいね、勝ちてこれは硬化してぶっ飛ばして、いや硬化する必要ねえか、これエネコンでパクった方がいいか、俺のスタンバイだもんね、これ根性は絶対切ってもらってないですよ多分、これ相手の根性は、だからこのターンでぶっ飛ばした方がいいと思うんだよな、エネパクしてでエンフェリリースして、でこいつ乗ってきて、で多分まあタイラントの効果でなんか出んだよな、多分なんか出んだよ、あーオッケーオッケー、まあ、なんか出んのは全然良くて、あーオッケー、うーん、じゃあ狡猾かな、ここ狡猾ですね、相手のモンスター全部破壊していく、オッケー、であとは俺がどうにかすればいいんでしょ、いやこれ意外といけんじゃないかな、サイキックリフレクターを攻撃処置召喚、サイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけることによって、もちろんバスタービーストを特殊召喚、レベルは3ですね、ここはスクドラいきましょう、さあメタファイズディメンションは発動しますか、発動しません、 OK、レベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、集結せよ鉄の魂たち、無数のエヴァを一つに束ね、破滅の雄たけびを上げよ、シンクラ召喚降臨せよスクラップドラゴン、よし、そしてカードを1枚セットしてスクラップドラゴンの効果、自分フィールド上のカードを1枚破壊、さらに相手のフィールド上のカードも破壊していく、そしてギアダウンの効果、ギアダウンの効果によってデッキ距離、これはねどっちでも同じだから、どっちでも同じなんで、ここはワイバーンですかね、ここはワイバーンですね、ワイバーンの特殊召喚、そしてワイバーンの効果発動、これ迷うけどこっちかな、むずいなこれ、いや生き残んねえか、でも絶対どっちにしても同じか、こっちか、まあ、多分ね生き残んねえんだよな、多分ダイダロスやられると思うんだね、バトルとりあえず根性は潰しましょう、おら死ね、オッケーで根性あと1でしょ、ちょっとマジで事故れ、あでもサーチ入んのか、いやーこれきついかな、ダイダロス OK、 ダイダロス OKダイダロス吐く、うわーきちいなーこれ、マシンメタファイズかー、いやタイラントかー、うわーつえ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 ーな、ネフティスか、まあ、どっちにしても全部ぶっ壊されるのか、はいはいはい、オッケー、そこはまあ吐く、オッケー、まあ、どっちにしても同じだったこれ、どっちにしても同じやったな、で結局ここで、あー神引き、えこれあるでしょ、これはあるぞ、ちょっと待ってくれ、コストダイダース戻してデッキからメタファイズモンスターを置いたら除外していく、ネフティス OK で、タイラントとネフティスが除外されてるよね、ネフティス効果 で多分これダイダースだよね、ダイダースサーチ、はい OK 把握で、タイラント効果で、特殊感 OK、攻撃表示で、あ、だよね、守備表示だね、オッケー、守備表示オッケー、で、だから あの2台を突破すればいいんでしょ、俺2台を突破すればいいから、ブルーダムでしょ、これブルーダムだ、サイキックリフレクターを攻撃表示召喚、サイキックリフレクターの効果発動、手札のバスターモードを相手に見せて、墓地のバスタービーストを特殊召喚していく、レベルは2じゃねえや、4、5、6、1だ、
いけバスタービースト、そしてレベル5バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、封印されし刀竜よ、今その自爆を解き放ち破滅の雄たけびを上げよう、シックの召喚レベル6氷結界の竜ブリューラク、ブリューラクの効果帰れ帰れ、うおー対戦ありがとうございました。魂さあお相手の方武藤由紀君よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、あーなるほど、これは出すしかないかな、これは出しとくしかねえか、これは出しとくしかねえなただのアンティークみたいな感じだったよ、ただのアンティークリッキーです、これただのアンティークリッキー、すいません、こうしてでこうでしょ、これはね、ここはまあ、ワイバーンでいいかな、ワイバーンでいいかもしれない、ワイバーンで、でワイバーン効果発動、まあフォートレスしかない、 OK、 フォートレス発動しておきますか、一応コズサイド的になりそうな気がするけどな、一応ね、一応はい、でターン終了ただのアンティーク、今のところただのアンティーク、今のところただのアンティークッキー、うわー熱い、石田ムピンチか、オッケー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 、ハークワンキルされる、これこれワンキルされる、ワンキルされます、ちょワンキルできるってことだったら言って、ユコバック、あでもユコバック来るってことはワンキルはできないか、ディザイア出てこないよね多分、さすがに、あオッケーセーフ、オッケー生きた、謎に生きた、ではではですね、では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 、ギアタウン発動はなんだろう、こっち、コズサイかどうかわかんねえな、これこれわかんねえ、これこうなっちゃうとマジでわかんねえ、これマジでフォートレス発動しなければよかった、やらくちいいサイクロン発動はっ、で自分のフィード魔法ギアタウンを破壊していく、あ破壊できる、コズサイではないと、コズサイではねえ、アンティギアリアクタードラゴンを特殊召喚、着地 OK、 着地 OK、 着地 OK、 着地 OK、ではサイコビッチも召喚していっていいでしょうか、あれなんだ親族かな、でもセットってもうこの段階でチェーンあるの多分親族くらいしかねえよな、もう親族か、まあ狡猾やったら多分、まあ狡猾だったら打ってると思うんだよね、さすがに親族な、オッケー親族、オッケーで3000回復か、3000回復きついな、ディスティニードロー、ディスティニードローされたくねえけどな、これされたくねえけど、いやでもそんなこと言っても 俺知るでしょ、だって多分これそんなこと言ってたら多分死にそうな気がするんだよね、多分いやもうこれライフ削りに行った方がいい気がするんだよな、これむずい、これ殴んない方がいいと思いますまあ俺は投げるんですけどね、テスカ、オッケーテスカ、オッケーで、これは発動する意味がない、でここでマジでこれ聖火なんねえから、聖火なれ無理かやべえディスティニードローやばいよ、2300やべえ、何でもできるこれ、追放だろうな、多分これ追放引いてきてみたいな感じでしょ、いやーこれはきついか、これ殴んないわよかったかな、これ追放 OK、 追放 OK、 でも聞くなでしょ、これ返されるかな、これもしかして、いやきついで、階段 OK、 階段 OK、 階段にスペルビア、うわやばいかもしれない、やばいかもしれない、あやばヤバタニエン、ヤバタニエン、待って、テスカでなんだっけ、だ階段か追放かコピーだよね、で、まあ、追放だよね、デザイアかな、デザイアですかデザイアくせえ、デザイアくせえけど、でもデザイア言うてでもあれか、もうなんか言うてあれか、今このターンで知らないか、多分このターン俺生きるよな、これデザイアだとしても、まあ、なんでか知んないけど、イシタムしたぞ、デザイアではねえのか、なるほど、バトルフェイズ、オッケー、あーなんか知らない、あ生きた生きたぞ生きた、俺は生きる、生きろ、そなた美しい、なるほど、カードとセット、バトルするしかなくて、あーこいつ守備表示だ、こいつ守備表示にしてバトルするしかなくて、
ほん でリアクターの効果、まあ、テスカポルテか、オッケー。テスカの効果親族で3000回いく。いやーだるいな。オッケー。で殴るのは何もない、何もないか、何もない、何もないか、何もないのか。あれなんだ、あれはブラフか、あれはなんだあれはなんだ、ブラフか。コズミックサイクロン、コズサイか。これは打っとくか、これ打っときましょう。でスペレビアと、サイコミッチでぶち壊していく。でサイコミッチの効果、あーそうか、いやー間違えたー。あーでもなんか生きた、これなんてタイム、あー奇跡、奇跡引き。でリフレクター効果、え、マジここで遅延あんの、なにこれ、ここで遅延ある、ここで遅延がある。バスタミスト効果は通る、そこなしかな、そこなし、そこなしくせえな、そこなしくせえな、そこなしくせえ。そこなしか。だったら新居紹介しに行くパターンだよな。リフレクターの効果、バスターモードを相手に見せることによってバスタービーストを墓地より特殊召喚していく。現れよバスタービーストで、なんかあるよねこれ、多分これそこなしやな。じゃあスクラップドラゴンの効果発動されるとやばいから、多分ここでもう撃つしかないよね。はい、これはカイテロイド投げれるもんなら投げてみな。大戦ありがとうございました。ちょっとなんかもうちょいなんかやり終わった気がするわ今。さあお相手のまた天井にアスカ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、コズミサイクロン、やめろってすぐそういうことするの。おいエンフェ、まあ、エンフェつかないからいいけどさ、高校はエンフェしないから別に。はい、高等儀式術、なるほど、あーいいですね、いいじゃないですか。高等儀式誰ですか、マジシャンブカオスですか、誰でしょうか。このスキルも強いですよね今ね。レベル2、うわすげえ、お邪魔クリーンイエロー、ブラック、ルキシーサキラ、やば、どういうデッキどういうデッキ、どういうデッキ、謎すぎて。いやーじゃあハンデスやめろよ、ドロー、オッケー、リフレクター、あーやばい、それはやばい、それはやばい、あそういうデッキかー、おいやめろよ、おいやめろよおいデュエルしろよ、おいデュエルしろよ、シャープ、おいデュエルしろよ、おいふざけんなよ、ふざけんなよこいつ、狡猾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 、あギャラサイ撃つ一応一応撃つ、いく、いやちょっとふざけんなよマジで、レクダ決まりすぎだろこいつ、あ煽ってくる、煽ってくるね。